皆さんこんにちは。今回はよくある質問に答えていこうかと思うんですけど、最近ちょこちょこ来る質問で、これトータルパワーって右上にあると思うんですけど、これに比例してダメージ量って上がっていくんですかみたいな質問が来るんですよね。で、結論を言うと、この数字が上がることによってで、その与えるダメージ上がったりとか、ステータスが上がったりとか、まあそういうことはありません。あくまで、その自分の上げてったステータス、そのレベル上げたりとか、なんか強い武具作ったりとか、その自分が上げたステータスがどれくらいであるかっていうのを、その数値で表しているものに過ぎません。まあなんだろう、HP とか、攻撃力とか防御力とか、まあ、こういうその指輪作ってそのアビリティ装備してとか、この武具練成したりとか、レベル上げたりとか、まあとにかくその自分が努力した分がその数値として分かりやすく見れるっていうだけなんですよね。だからこのトータルパワーだけ見て、あの強いかどうかっていう判断するのは、まあ早計というか、このトータルパワーの高さだけで強さ判断するって人がよくいるんですけど、まあそれでちょっとね、まあ喧嘩っていうか、まあなんかその誰かが怒ったりとか、そういうことがたまに起こるんですよね。で、まあそのたまに、まあなんて言うんだろう、本当にごく稀の話なんですけど、あのめっちゃ重課金の人とか、あのスキルレコード持ってるのがめちゃくちゃ強いと、でめっちゃ持ってるスキルいっぱいあって強いっていう人ってトータルパワー低くても強かったりするんですよね。でそれでそのトータルパワーで大丈夫ですかみたいなことを言っちゃった人がいて、やっぱ言われた人ね、やっぱ怒るっていうことがあるんですよね。でそのトータルパワーそれでそれくらいで大丈夫ですかって言った人よりはるかに火力出てたりとかするんですよまあもしかしたらそれ言った人がその純粋な親切心で言ったかもしんないんですけど、まあなんかね、人によってはその TP だけで判断してね、そう軽率なこと言っちゃうと、まあ怒るって人もいるかもしんないんで、まあ何が言いたいかっていうと、もう実際の強さってこうトータルパワーっていうより、そのスキル持っているスキルとか、そのスキル編成のうまさ、そう実際のプレイング、どうバフをかけるかとか、覚醒何枚入れるかとか、まあいろいろあるんですけど、そのパーティーでさ、かけてもらうバフとかもまあ影響するんですけど、その実戦で出すダメージ量とか、もう実際の強さで見極めた方がいいと思うんですよね。スイッチ一撃で、その何百万何千万出るとか、そういうので判断した方がいいと思うんですよ。もうだから、その前もそのトータルパワーについて、言った動画があったんですけど、その動画でも言ったんですが、あくまでこれって努力分が数値として現れてるだけで、そう実際の強さとは違うっていうことが多いんですよね。まあ、特に、まあ、最近だとあの熟練度スキル、まあ、俺まだ全然開けてないのとかいっぱいあるんですけど、この最近出たようなこの熟練度レベル55以上で習得できるようなやつ、これって上がる数値しょぼいくせにトータルパワーめちゃくちゃ上がるんですよ。だから見た目だけすげえ強そうなのに、なんか中身スッカスカみたいな、なんかハリボテみたいな、そういう人もいるんですよね。まあそのトータルパワーってやっぱ努力分が現れてるから、やっぱ強い人はそれは努力してると思うんで、まあある程度は、まあ高かったらある程度強いなってわかるとは思うんですけど、まあさすがに20万とか来てる人いたら、まあそれなりにはやってきた人だから、まあそれなりに強いのかなみたいな感じすると思うんですけど、いやでもそれでもね、うん、まあ人によってはなんかそのなんだこのプレイングとか、マジこいつ何もわかってねえなって思う人もいるんですよね。思われるような人とかね。まあ別にそれはしょうがないことだと思うんですけど、まあでもなんかそのね、トータルパワーだけでそう判断しちゃうと、なんだろうな、トータルパワー16万とかの人とか、そうトータルパワー24万とか、その23万とか、それくらいの人だと全くその火力に差がないこととかもあって、
トータルパワー30万いってないのにめちゃくちゃすごい火力出す人とかも全然いるし、やっぱ特に今の環境ってその持ってるスキルが強いかどうかで火力が段違いになる時代、まあ、特にボスには属性耐性ついてるし、まあ、そのスキル編成のうまさがうまいかどうかがより重要になってる時代なので、うん、やっぱりね TP よりは、あ TP ってトータルパワーのことなんですけど、それよりかはそのスキル揃ってて、あ必要なステータス、その攻撃力とか、まあ、武器によって必要なステータス違ったりもするんですけど、どれくらい上げてるかとかね、なんですけど、やっぱそういうの上げてるかどうかが重要なのかなって思いますね。まあちょっと話戻るけど、そのトータルパワーの高さに応じてダメージが上がるのかなって質問で、まあだからその冥黒防具とか、そのカオス透滅戦ってやつですよね。まあこういうので防具を作ったら、まあトータルパワー上がるから与えるダメージ上がるのかなって言ってる人がいるんですけど、なんて言うんだろうな、そのまあ防御力が上がるから、その片手直球のモッドスキル使う場合はまあ威力上がるけど、その攻撃力は上がんないんですよ。ただランダムボーナスっていうのがあって、まあそういうので例えばこういうアタック、まあこれはちょカオス215かな、だからちょっと参考にならないかもしれないんですけど、アタックが1個30つくんですよ。まあこれ3つついたら90も上がるんですけど、まあ215じゃちょっと参考にならないとは思うんですけども、15とか15くらい上がるのかな、下の防具のボーナスはちょっと忘れたんですけど、まあそういうボーナスで上がるステータス分っていうのはあるんで、まあ、防御力低くてもいいけど攻撃力上げたいっていう場合は、まあ階層武具でまあ厳選してその攻撃力ボーナスとか揃えた方が強い場合もあるんですけど、まあとにかくその冥黒防具は絶対に攻撃力上がんないとかっていうわけじゃなくて、まあボーナスで上げられる場合もあるっていう話ですね。以上でトータルパワーが敵に与えるダメージと関係あるのかっていう話を終わります。まあ結論関係ないですね。ご視聴ありがとうございました。